まあいきなりあまりの手で失礼します。さあ8月31日何の日か知ってますか？なんと野菜の日なんですね。今僕はですね、野菜が足りてるか分かるベジチェックという機械を使ってみております。果たしてあまりがしっかりと野菜を取れてるのかどうかというのはですね、番組の途中でご紹介させていただきたいと思います。緊張するけど多分大丈夫だと思うんですけどね。さあ皆さん、もう間もなくスタートしていきます。さあ改めまして皆さん、こんばんは。ビストロライブキッチンのお時間です。10分でちゃんとごちそうをテーマに、パナソニックのスチームオーブンレンジビストロを使って料理上手を目指していく、そういう番組です。さあこちらの MC はいつものこの僕、あまりです。よろしくお願いします。さあ最近皆さん、野菜食べてる？足りてる？ね、あの8月31日、先ほども話しましたが、野菜の日なわけですよね。でパナソニックのビストロも参加しているキャンペーンがありまして、本日は野菜の日直前ということで、野菜を取ろうをコンセプトにしたスペシャル回をお届けしていきたいと思います。一般的に不足しがちなあと 60g のお野菜、60g の野菜ですね。こちらを美味しく食卓にプラスできるレシピをカゴメさんに教えていただいて、ビストロで調理をしていくというわけなんですね。というわけで本日お料理を教えていただくのはこの方、カゴメ株式会社フードプランナーの上野堀聡子さんです。カゴメ株式会社フードプランナーの上野堀聡子と申します。よろしくお願いいたします。上野堀さん、よろしくお願いします。はじめましてですね。はい、本日もですね、上野堀さんの隣にありますビストロ NEBS2700 を使って料理を作っていきたいと思います。あ、もうすでにですね、配信始まったばかりですね、コメント来てくれてますね。ありがとうございます。楽しみでした。野菜大好き、ビストロ買いました。すごい。だったら買った人もですね、楽しめるように、そしてこれから買おうかな、まだあの何も考えてないという方にもですね、すごいこうビストロが欲しくなるような美味しいお料理の作り方をですね、上野堀さんに紹介していただきたいと思いますね。浜井さん、マダガスカルね、僕のよく知ってる方ですね。さあ本日もですね、いろいろコメント、皆さんのコメントをですね、拾っていきたいと思いますので、料理やビストロに関する質問、コメントお待ちしておりますので、ぜひ最後まで皆さんお付き合いください。では上野堀さん、早速本日教えていただくお料理、教えてください。はい、先ほどもご紹介していただいたんですけれども、はい、カゴメでは日本人が平均して不足している野菜の量、あと 60g を取ろうというコンセプトでキャンペーンを行っているんですが、今日はですね、いつもの食事に手軽に野菜をプラスできる料理をご紹介いたします。はい、こちらです。ボロボロ野菜のラタトゥイユです。おー、確かにラタトゥイユはもうお野菜がいっぱい入ってるお料理ですけれども、さあじゃあ材料の方も教えていただけますか。はい、材料はこちらになります。はい、こちらスマホでライブ配信を見ている方はぜひフリップをスクショしておいていただきたいと思います。材料と作り方は後日デリッシュキッチンのインスタグラムにも投稿されますので、そちらも要チェックしてくださいということで、コメントもナスを使ってほしいです。ちゃんと入ってますよ、ね、それでは上野堀さん、早速調理の方よろしくお願いします。はい、では早速野菜からカットしていきます。はい、野菜はですね、すべて1センチ角に切っていくんですけれども、まずズッキーニです。ズッキーニはですね、両サイドを切り落とします。そうしましてちょっと長いので、半分に切りますね。はい、で、最初にですね、棒状にカットしていきます。やはりこう小さく切るとね、火の通りも良さそうですね。そうですね。はい、でズッキーニもですね、今がね旬のお野菜になりますので、はい、皆さんもよく見かけると思いますし、よくね使われると思いますが、ラタトゥイユにですね相性のいいお野菜になっていますので、このようにですね、棒状に切ってから1センチ角に切っていってください。はい、確かに食べやすいお野菜ですからね。はい、そうしましたらですね、カットしましたら、ボウルの中に入れていきます。はい、はい、で半分はですね、すでに切ってありますので、はい、こちら1本分で入れていきます。はい、これあと 60g って結構多いですもんね。はい、気がします。続いてナスですね。はい、ナスも今が旬の野菜です。ヘタ切り落としますね。はい、まだちょっとついてるんですけど、これ全部切り落としちゃうともったいないですので、はい、このようにですね、先をちょっと削るような形で、はい、ヘタを取っていただきますと、野菜をですねしっかり取っていただけますね。
今あのコメントで、まあ、ズッキーニの皮は剥かないんですかっていうふうにコメントしてるんですが、はい、そうなんです。ズッキーニはですね、皮を剥かずに使っていただけるお野菜なので本当にね調理しやすいですよね。実はですね、これかぼちゃの仲間のお野菜になるんです。そうなんですね。はい、あ、茄子美味しい季節ですね、はい、というコメントいただいてます。で、茄子ですね、カットした後に水にさらしたりもするんですけれども、はい、料理法によってですね、水にさらさなくても大丈夫です。で、今日はですね、はい、切った後に、すぐ油と一緒に加熱するようなお料理の時には、水にさらす必要がありません。今日ビストロでですね、この後すぐ調理をしていきますので、はい、水にさらさずに今日はそのまま、使っていきます。はい、時短でもありますね。はい、ボウルに入れていきます。手際いいですね。切り方さすがお上手というようなコメントをいただいてます。はい、そして、パプリカです。2分の1個分です。ヘタを取るときはですね、こちらの切り口の方に向けてですね、ポロッと取っていただきますと、ヘタとですね、種が取れます。で、ちょっとこの周りの、白いとこですね、こちらはちょっと取りきれなかった部分は、取るようにしてくださいね。本当に彩り鮮やかなお野菜がね、トマトと、あと色がやっぱ合いますね、黄色と緑、はい、そしてナスの紺色ですかね。で、パプリカも1センチ角にカットしていきます。はい、はい、棒状にしまして、同様にですね、端からカットをしていきます。あ、いつも水につけてたなんてコメントもありますね。はい、で、パプリカも半分ですね、切ってありますので、こちら一緒に混ぜさせていただきます。はいはい、そして、最後ですね、玉ねぎ4分の1個です。はい、玉ねぎはですね、ちょっと縦と横にですね、切り込みを入れていきたいと思います。先にちょっとこちらの芯のある方はですね、そのまま残していただけまして、ちょっとみじん切りする時のような感じでですね、このように切り込みを入れまして、でパタンと倒していただいて、こちらからもですね、また切り込みを入れまして、お、なるほど、はい、であとですね、こちらから端から切っていくと1センチ角にですね、1回で切ることができますね。これはすごいためになりますね。あ、ちなみに今コメントで、ズッキーニの代用は何かアイディアありますかって来てるんですが、はい、そうですね、ズッキーニ、先ほどかぼちゃの仲間と言いましたので、ズッキーニがないときかぼちゃなんか入れていただいてもいいですし、甘みが増す、そうですね、はい、彩りで緑のものを入れるっていうでしたらね、季節違いますけど、アスパラ入れていただいたりですとか、ブロッコリーなんか入れていただいてもいいですよ。あとあれですね、黄色のパプリカじゃなくて赤色でもいいんですかっていう、はい、赤いパプリカも、はい、ただせっかくトマトを使いますので、黄色の方がなんかね、彩り的にはいいかもしれないですね。はい、ちょっと黄色のカラーを入れたくて、今日は、はい、黄色いパプリカにしております。はい、はい、材料切り終わりましたら、直径25センチの耐熱性のガラスボウルですね、こちらに全ての材料を入れていただきまして、はい、ここで、オリーブオイル大さじ2杯分ですね。はい、はい、そして塩小さじ2分の1杯です。そして胡椒少々ですね。かぼちゃでも確かに美味しそう、ブロッコリーでも美味しそうですねというコメントしてくれてますね。はい、アスパラもいいですね。はい、お野菜にですね、オリーブオイル、塩コショウしましたら、ここで一旦ですね、混ぜてください。これはしっかりめに混ぜた方がいいですか？そうですね、野菜全体にですね、オリーブオイルが行き渡るようにですね、コーティングされるようにここで混ぜ合わせてください。はい、はい、こうすることでですね、ビストロを入れた時にですね、炒めてくれたかのような工程が中で行われます。おー、しっかりとポイントになりますね。はい、混ぜていただきます。そうしましたらですね、次に加えるのがこちらです。ラタトゥーユに欠かせない基本のトマトソースになります。お、こちら、はい、基本のトマトソース、カゴメの基本のトマトソースって、はい、普通のこのトマトの水煮缶と何が違うんですか？はい、こちらですね、炒めたニンニクと玉ねぎ、そこにですね、トマトを加えてこうじっくり煮込んで、コク深い味わいに仕上げております。なるほど、もうちゃんと味がしっかりと染み込んでついてるんですね。はい、ですのでね、このようなお好みの具材とですね、一緒にこう合わせていただきますと、はい、美味しいトマト料理が手早くできちゃうっていうものなんですね。それは嬉しいですね。はい、より美味しくなるということ。オリーブオイルじゃないとできませんかというコメント来てますが、どうですか？そうですね、オリーブオイル使っていただきますね。香りが豊かですので美味しくできるんですけれども、オリーブオイルないよという場合は普通のサラダ油とかで作っていただいても大丈夫ですよ。より美味しくの場合はもうオリーブオイルを使っていただけるといいということですね。はい、香り豊かなお料理に仕上がります。でトマトソースですね、2分の1缶分、約 150g ぐらいをですね、このお野菜の上に乗せるように、まんべんなくですね、全体にかけるように乗せております。はい、はい、
そうしましたら、ラップをですね、ふんわりとちょっとゆったりとかけていただきまして、はい、ふんわりが大事ですね。はい、これであとは、ビストロの、はい、中で、はい、蒸留していきます。さあ今コメントで基本のトマトソース使ってます、愛用してますなんて、ね、コメントをいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では処理していきますね。はい、はい、料理集に登録されております、ラタトゥーユ、こちらはですね、すでにね、もうあるんですね、はい、選んでこちらでスタートするだけになります。いやこれ僕もビストロさんとはもう1年以上の付き合いになるんですけども、これのビストロさんのすごいところは今4種類のお野菜切って入れていただきましたよね、はい、でお野菜ってやっぱりこの肉厚といいますか、あの同じサイズで切っていただいても食感が違うじゃないですか、硬さとかね、はい、なので一気に温めて全部ちゃんとね美味しくなるのかって思ったんですけど、この64眼センサー、64個の目を持っているので、それでしっかりとどのお野菜にもちゃんと火が通るように見てくれたりとか、であと吹きこぼれないっていうのがすごいですよね、はい、そういったのがね、本当に温めるだけじゃなくて調理してくれるということなので、はい、よりこのラタトゥイユ美味しくなるんじゃないかと思ってすごい楽しみにしております。で、はい、あと最後はあれなんですね、トマトソースは混ぜなくって普通にかけるだけ。はい、そうなんです。今回のポイントですね、はい、はい、野菜にオリーブオイル、塩コショウを混ぜ合わせましたら、トマトソースは混ぜずに上に乗せていただいて、はい、はい、ビストロで加熱していただくというのがポイントになります。じゃあどうして混ぜないんですか？そうするとですね、お鍋でラタトゥイユ作るときにはお野菜をじっくり炒めてからトマトソースを加えて煮込むっていう工程になるんですけど、はい、それがですね、こう2層に分けて入れることによって、こう野菜はしっかりこう炒めたかのような火が、のように火が通りましてっていう工程をこのビストロが一度に調理をしてくれるってことですね。かけるところがポイントの一つでもある。そうです。そこは混ぜ合わせずに、はい、分けて入れていただきますと、炒めて煮込むっていうようなことがこの中でですね、すごいですね、はい、まるでそのような調理をしたかのような出来上がりになって出てきますので、普通だったらフライパンと鍋が両方必要なわけですもんね、はい、そうですね、はい、本当に鍋を使わずビストロに任せたらですね、野菜を美味しく調理してくれるので、本当この後の試食を楽しみにしていてください。楽しみですね。しかもラタトゥイユもすでにレシピがビストロの中に入っていて、はい、もう本当選ぶだけでよかったですね。そうですね、料理集に登録されている、ラタトゥイユを選んでですね、タッチするだけなので本当に簡単です。だからもう火使わないっていうことは、この暑い時期にね、わざわざ心の前で汗かかなくても済むってことですよね。はい、いや素晴らしいですね。はい、であとラタトゥイユだけでもう楽しめるんですか？なんかこの例えば次の日に残ってたら何かアレンジとかって。そうです、さすが青森さん。このラタトゥイユ作り置きしといていただきますと、はい、そのまま食べるのはもちろんなんですけれども、パンやパスタに乗せたりですね、肉や魚のソースにしたり、今の時期はですね、そうめんにトッピングしたりすることもできますので、美味しそう。はい、いろいろアレンジできるので、ほんと作り置きして常備菜にするっていうのもおすすめです。わ、それいいですね。そうめんはいいですね、もうまさしく夏っぽいお料理と、はい、あとすごいね、今コメントでエプロンかわいいということで、かごめさんのこのロゴがシンプルなんですけども、ちょっとチェックのね、はい、このリボンの部分がですね、チェックでできて、はい、かわいいですね。ありがとうございます。トマト缶のようなあの情熱的な赤色ですね。はい、さあそしてですね、次今ちょっとビストロが調理している間なんですけれども、もう一品お料理作っていただけないかなと思うんですが、はい、まだお時間ありますので、はい、この、暑い日が続く、今の季節にぴったりな、爽やかでおしゃれな副菜をもう一品ご紹介したいと思います。爽やか、はい、はい、もう夏はですね、キッチンに立つのも本当暑いですよね。先ほどのラタトゥイユもですね、ビストロで簡単調理できましたし、はい、これからご紹介する副菜も火を使わずに調理していただけるので、とても人気があるメニューになっています。なるほど、じゃあどんなお料理か教えていただけますか？はい、ズッキーニと、サラダチキンのベジカルパッチョになります。おー、ズッキーニとサラダチキンのベジカルパッチョ、はい、何ですか？はい、ベジはですね、ベジタブルのベジ、野菜のカルパッチョになります。はあ、なるほど。じゃあさっき言ったこの爽やかな、
はい、今あったかい夏という、ね、加熱してますけど、はい、それとも逆にずっと食べられるようなもの、はい、ね、火を使わないメニューを、ね、ご紹介したいと思います、はい、じゃあまずは材料の方を見ていきましょう、はい、材料、はい、お願いします。こちらです。はい、皆さんスマホライブで配信をご覧になっている方はですね、フリップをスクショしておいてください、はい、材料と作り方は後日デリッシュキッチンのインスタグラムにも投稿されます。あ、カルパッチョ好きな方多いですね。おしゃれ、綺麗、ね、あ、こちらもしズッキーニの代用は何かありますかって言いますけど、はい、カブとかですね、そういった野菜使っていただいても大きいですよ、はい、合いますね。じゃあ早速ですね、こちらの方お願いします。はい、はい、じゃあ材料を切っていきますね、はい、まずズッキーニですね。またズッキーニ登場しました。今回はですね、生でこちらね食べていきます。大体ですね、3ミリ厚さのですね輪切りにカットしていってください。この後ですね、これを並べていきますので、あんまりバラバラに、すいません、ならないようにカットしていきたいと思います、うん、やはりこのズッキーニ生で食べれるんだっていう驚きみたいな、ね、はい、方も多いですね。はい、で、あの薄く切った方がですね、あのソースとの絡みもいいですし、あの食感も美味しく召し上がっていただけますので、これぐらいの厚さにカットしてください。今日は時間の都合で1本分カットしたものがございますので、そちらで代用させていただきます、はい、さっきのトマトソースの残りちゃんと使えますねっていうコメントも来てますね。はい、はい、続いて氷コピントマトですね、こちら1個分になります、はい、ちょっとねヘタを取っちゃいますね、はいはい、こちらは8等分のですね、くし形切りにカットをしていきます。この氷コピントマトって何ですか、はい、こちらもですね、カゴメのトマトになるんですけれども、はい、山根さん、リコピンってご存知ですか。リコちゃんってこのあだ名ですかね。こちらですね、はい、よくね、トマトのリコピンって皆さんもね、聞くと思うんですけれども、はい、実はこのトマトの赤い色素の成分なんです。なので、見てください、この、氷コピントマトですね、この果肉の部分だけじゃなくて、このゼリー部分もですね、こう真っ赤な色をしていますね。本当だ、なんか、はい、あまり白いとか緑っぽいのがありますもんね。はい、そこ真っ赤なんだ。そうなんです。なのでこの赤い、あの色の濃いですね、リコピンの多いトマトになっております。はい、はい、そして、サラダチキンですね、はい、こちらは、5ミリ厚さの半月切りとありますが、はい、まあ半分ぐらいに切っていただいてですね、またこちらもズッキーニや、トマトと同じぐらいですね、一口大になるように、はい、カットして、ちょっと斜めにですね、スライスしていきたいと思います。皆さん、トマトのヘタの切り方、すごい勉強になりますっていうコメント来てますね。はい、カゴメのリコピントマト、美味しいですよね。あ、嬉しいです。愛用されてる方からも、はい。ありがとうございます。トルコから見てますっていう方もいらっしゃいますね。トルコからありがとうございます。やはり皆さん、トマト真っ赤ですねっていうところで、このリコピンに反応してますね。はい、どんなその体にいいんですか、リコピンって。そうですね、体の中のですね、ちょっとこうサビを取ってくれるようなですね、はい、なるほど。じゃあその栄養価も高くて、はい、せっかくでしたらね、やっぱり氷リコピンのトマト食べたいもんですね。はい、さあ続いては、はい、材料が切り終わりましたので、はい、はい、あとはですね、はい、お皿に盛り付けていくだけになるんですけれども、はい、ここで次にまたですね、基本のトマトソース、はい、先ほどの残りの2分の1缶分ですね、はい、150g をまずお皿にですね、引いていきます。おー、すごいですね。はい、これももうね、あとお皿に乗せていくだけになりますので、さっきちょろっとですね、この基本のトマトソース、ペロッと舐めてみたんですけど、あ、はい、別皿にあったので、すごく本当にこの味わい深いというか、はい、これだけでも本当に美味しいトマトソースになっているというか、はい、サムリさん、このまま食べていただいたんですけども、これもね、火を使わなきゃ、加熱して食べなきゃいけないんじゃないかと思っている方もいるかもしれないですが、はい、もうこのままこうドレッシングのようにですね、使っていただくこともできるんですけども、この缶から出してすぐ使っていただけます。で、はい、トマトソースにですね、このオリーブオイル大さじ2杯分ですね、こちらもこうまんべんなくですね、はい、かけていってください。ちょっと仕上げにですね、上からもちょっとかけたいと思いますので、少しちょっと取っておきます。はい、はい、そうしましたら、塩と胡椒ですね、こちらもまんべん、全体にですね、ちょっと塩と胡椒を少々振りかけていただきます、はい、でこのオリーブオイルですね、加えたんですけれども、このトマトのリコピンですね、油に溶ける性質がありまして、脂溶性っていうんですけれども、
なのでオリーブオイルとはすごくね相性が良くて、はい、体の中での吸収率がね高まると言われてますので、オリーブオイルと一緒に組み合わせていただきますと、はい、とても相性のいい組み合わせになっても吸収、体の中で効率よくねリコピンを吸収していただけます。だけじゃないですね。はい、すみません、ちょっともうズッキーニ並べ始めちゃったんですけれども、はい、トマトソースにオリーブオイル、オリーブオイルとですね塩コショウをしましたら、あとは切ったこのズッキーニをですねこう並べていきます。台湾から、そしてアメリカから、あ、ありがとうございます。世界からご覧いただいて嬉しいです。サラダチキンの代わりにビストロで作れる鶏ハムでも問題ないですか？はい、もちろんです。はい、何でも合いそうだな。美味しそう。さあ今そうですね、こう外側に回りきらなかったですね、内側まで入れていって盛り付けちゃってください。はい、そうしましたらですね、はい、ちょっとズッキーニより、少し内側にですねトマトをくし形に切ったものを載せていきます。やっぱ見た目もね、見栄えも大事ですよね。そうですね、このトマトもですね色が濃いですのでね、盛り付けた時にもねぐっとこう華やかにしてくれますね。あとサラダチキンです。はい、はい、こちらもビストロでね作った鶏ハムもねぜひで代用していただくっていうのはね、はい、とっても美味しいと思います。そうになって美味しそうですね、はい、子供でもね食べますねっていうコメントをいただいてます。ありがとうございます。サラダチキンもですね真ん中に盛り付けていただきましたら、そうこう言ってたらもうビストロさんが出来上がりました。次のちょっと料理が完成しない間に、じゃあ、はい、そちらの方仕上げちゃっていいですかね。はい、お願いします、はい、もうちょっとですね、はい、で最後ですねこちらの、ベビーリーフミックスですね、はい、はい、こちらを、盛り付けて、はい、こちらもですねカゴメの洗わないでそのまま使えるベビーリーフになっております。いろんなお野菜のですね、洋葉という幼い葉っぱですね、はい、こちらが組み合わさっていますので彩りもすごく綺麗ですし、あとそれぞれ葉っぱの、ね、香りもいや味も違いますので、そんなのも楽しんでいただけますので、このような、ね、サラダにちょっとトッピングしていただきますと本当彩り豊かに華やかにしてくれます、はい、こちらで、ズッキーニとサラダチキンのベジカルパッチョの完成になります。ありがとうございます。そちらやってる間にですね、もうラタトゥーユができてしまったので、はい、じゃあラタトゥーユの方もお願いしてもよろしいですか。はい、さあ、果たしてしっかりと火は通ってるんでしょうか。あっという間でしたよね。本当ですね。半時間でできちゃいましたけど、もういい湯気が出てますね。まあ、いい色がついてますよ。はい、じゃあこちらを、はい、こちらに向けてくださいね。はい、ラップを出しますと、しっかりとですね野菜に火が通っています。でこちら取り出しましたら、あとはですね混ぜ合わせて、はい、盛り付けていくだけになります。これだけでね完成です。でも本当に混ぜるだけですね最後の仕上げは。はい、はい、あ、うわ、いい匂いが、トマトの香りがここまで、香りが、あまりさんのとこまで届いておりますでしょうか。コメントで粉チーズかけても美味しそうですね。はい、誰が食べるんですか。それあまりに決まってるじゃないですか。視聴者プレゼントじゃないですよ。はい、このビストロで調理しますとね、この野菜の彩りも本当綺麗に仕上がるんですよ。本当ですね。野菜にですね火がしっかり通っているのに、この煮崩れていないので本当盛り付けた時の見栄えがいいですね。はい、さあこちらしっかりと野菜の旨味を余すことなく、はい、はい、こちらで盛り付けまして、ゴロゴロ野菜のラタトゥーユも完成になります。イエーイ、完成しました。すごい、もう野菜あっという間ですね。野菜にまみれた本日のレシピ、うわ美味しそうですね。本日のカゴメのねエプロンとの相性ぴったりの、ありがとうございます。では早速ですね試食の方に行きたいと思いますが、今ちょっとですねスタッフの方がスプーンを持ってきてくれるのをちょっと待ってましょう。で先ほどですねベジチェック、果たしてあまりがちゃんと野菜取れてるのかっていうのをですね、はい、先ほどやっていただいたんですけれども、はい、それがちょっと出たので先にそっちの方を見ていきましょう、はい、さあ12点満点中なんですけども、はい、こちら 5.4 って出ましたけど、これどうなんでしょう。
これは多い方なんですか、少ない方なんですか。あまりさん、この結果はですね、ちょっと野菜不足気味という結果が出てしまいました。確かに12点満点中 5.6 なんで、そうなんですね。これってあの平均的には皆さんどれぐらいなんですか。そうですね、大体平均的な数値になると思います。あ、そうなんですね。あの平均して今野菜摂取不足と言われておりますので。だから先ほどの 60g ってことなんですね、はい、そうなんです。はい、ですので、ね、カゴメでは野菜を取ろうあと 60g というキャンペーンを行っておりまして、皆様に野菜を美味しく手軽にあと 60g プラスしていただけるようにという呼びかけをしておりまして、パナソニック様にもこの活動にご参加いただいております。なるほどですね。じゃあちょっと今足りないということが分かってしまったので、はい、早速 60g 分ちょっと取り返したいなと思います。はいはい、じゃあ早速ですね、このゴロゴロ野菜のほんとゴロゴロしてるラタトゥイユをいただきたいと思います。うわ、いい香り。外さないとね、食べれないですからね。うわ、さあしっかりと火が通ってるんでしょうか。ズッキーニ、ナス、玉ねぎ、いろいろ詰まってますが、いただきます。熱いので気をつけてください。おいしい。よかったです。トマトがしっかりと染み込んで、はい、そして野菜もホクホクで、はい、うわ、しっかりと火を取って、香りも、うわ、これだったらもう野菜いくらでも取れちゃいますね。はい、うん、美味しい。で、今は熱いお料理いただいたので、はい、相性抜群の今度はですね、ベジカルパッチョいただきたいと思います、はい、うわ、生のこちらのですね、ソースですね、よく、そうですね、はい、生のこのズッキーニ初めていただきます。はい、じゃあこのカゴメトマト基本ソースいただきます。基本のトマトソースでしたね。美味、はい、しい。美味しい。はい。良かったです。ズッキーニがあの生なのでコリコリしてるというか、歯応えがあって、はい、すごく美味しいです。そしてこのトマトソース美味しいですね。これかけただけですよね。そうです。トマトソースもパンから出してもそのままかけただけですね。美味しい。よく合いますよね。あのお子さんはあんまりこのズッキーニ食べるってイメージないですけど、これだったらお子さんでもね、パクパク食べれちゃいそうですね、はいはい、そしてですね、もう一回ラタトゥイユの方に行って、おいしい、おいしいし、先ほどおっしゃられたように、はい、この料理をね、また後日何かにこう、あえたりとか、はい、あのできるっていうアイデアもあるので、はい、長く楽しく、そして野菜の手軽に取れるというのをね、はい、本日レシピでいただきました。ありがとうございます。はい、このラタトゥイユなんですけど、まあ、そのまま食べていただいてもいいんですけど、冷まして冷たくして食べていただいてもいいですし、冷静ですね。はい、さらにですね、冷凍保存していただくっていうのもおすすめなんです。なるほど。はい、冷凍していただきますと、野菜のこう組織がですね、壊れまして、そこにあの味がじっくりあの染み込んでいきまして、じっくり煮込んだような美味しさになるっていうのが分かっていますので、様々な楽しみ方があるんですね、はい、さて、じゃあ次回 の、 あの予告の方ですね、させていただきたいと思います。次回のビストロライブキッチンは9月9日配信となっております。次回はこちら、ご自身が陸上選手でもあるアスリートフードマイスターの大島めぐみさんに考案いただいた、栄養バッチリ食べ合わせ抜群なアスリートレシピを皆様おなじみのあらやんに作っていただきたいと思います。9月9日もお楽しみにしておいてください。そして9月9日の前にもう1本あるんですね。これが料理初心者向けの番組、ビストロライブキッチンフォービギナーズ、これが9月の2日配信となっておりまして、私あまりがですね、本当に料理の初心者なんですが、料理に挑戦するこのビストロを使って美味しい料理を作るという番組なんですが、次回は揚げるをテーマに、油で揚げないチーズカツレツを紹介したいと思います。全然想像つきませんが、あの私あまりが油を使わずしっかりサクサクの揚げ物を作れるのかということですね。ぜひ9月2日も楽しみにしておいてください。上野森さん、本日いかがでした。はい、ほんとビストロはですね、野菜を美味しく調理してくれるので、本当楽しいなということを再認識しました。しかも手軽にっていうのが大事ですよね、はい、いや本当にありがとうございます。こんなにたくさんのお野菜を足りてないというのを気づいたので、はい、手軽にしかも美味しく作れるということで、本当に素晴らしいメニュー教えていただいて本当にありがとうございます、はい、ということでですね、次回もぜひ皆さんビストロライブキッチンでお会いしたいと思います。皆さん夏バテに気をつけてくださいね。それではまたね、バイバイ。